はい、皆さん、こんまくり。将棋 VTuber の高坂まくりです。それでは本日も詰め将棋やっていきましょう。はい、本日の問題はこちら。さあどうですか？なんか見たことあるような形に見えますよね。今回の問題、少し難しめと思いますので、まあ、詰ますというよりは、何手詰めになるのかなと予想していただきながら見ていただければと思います。予想が当たったらおめでとうございますという感じですね。それではやっていきましょう。さて、まあ、初手ね、まあ、歩で王手はできませんから、まあ、金3三金か、まあ、3四桂はね、同角で取られそうなんで、まあ、1四桂かという2択になりますけども、まあ、3三金は1三玉と上がられると、これはちょっとつまんないですね。ということで、初手が1四桂となるんですけど、さて、こっからが一番の問題ですね。さあ、玉の逃げ場所は3通り。さあ、どれが正解でしょうか。1、2玉と思ったあなた。3、2竜から簡単に積んじゃいます。残念。さあ、どうでしょう。1、2玉はどうかな。これは1、2歩。同玉と取れば3、2竜、同角、2、2角という感じで積んじゃうので、3、2、1玉と寄るんですけども、打たれまして1二玉1三歩1一玉となります。ここで2一歩成と成り捨てるのが急所ですね。同玉と取る手にさあ見えてきたんじゃないかな。1二歩成と成り捨てて同玉と取る手にここから簡単だね。3二竜同角2二金という形で積みます。じゃあちょっと戻りまして、1四桂に、2一玉はどうでしょうか。2一玉に2二歩。1二玉は、さっきの形になった時に一歩余っちゃうので、これは早積みですね。なので1一玉と逃げますと、1二歩と落ちまして、以下同玉に3歩、成り捨てていって、同じ形で詰め上がりますね。という形で、15手詰めが、正解でございました。さあ皆さん、当たりましたか？当たったよって方は、高評価ボタンお願いいたします。間違った悔しいって方は、高評価ボタン押していただいて、次の問題解けるように頑張っていきましょう。なお、この局面で迂回手順となるんですけども、1三金打ちとして、1一玉、2二桂成とするような柔軟手詰めも、まあ、一応補足の正解とさせていただきたいと思います。というわけで本日の問題は、まで。おつまくり。よろしければ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。励みになります。ではまた。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。